皆さんこんにちは、 TRX JAPAN の今西です。今日はこの限定のストラップカモバージョンを使って僕のおすすめのエクササイズを2つ紹介していきます。まず1つ目、これは、体の前側伸ばしたいな、肩周り伸ばしたいなとか、ちょっとスッキリしたいなっていう時に行うエクササイズです。 TRX のチェストストレッチ、レングスはミッドレングス、アンカーポイントに背中を向けて打ちます。ハンドルを持ったら肩の前ぐらいに構えてまっすぐ立ちます。ここから少し前に歩きながら両手を広げて、ちょうど体の前側、胸や肩が伸びるなっていう位置で一回止まって体重を前にかけていきます。一回元の位置に戻って、もう一回歩きながら欲しいなというところで体の前に、何回か繰り返して違う角度でも伸ばしたいなって時は両手を上げてみたりとか、上げてみたり、また片方ずつ上げたり、肘を曲げてみたり、いろんなアレンジもできて気持ちよく肩周り、胸周りが伸びるエクササイズです。もう一つは TRX のパワープル、少し体を回した時に、お腹の横を使うエクササイズです。で、シングルハンドルモードにして、レングスはミッドレングス、アンカーポイントに仰向けに立ちます。ハンドルを片手で持ったら、体の脇にくっつけて、両足は肩幅ぐらい、もう片方の手をアンカーポイントに向けて伸ばします。ハンドルを持っている手を伸ばして、指先を下に。で、元の位置に戻ってきます。ながら体をぎゅっと絞るように、先はできるだけアンカーポイントに近づけるように深く動いていくと、体の側面だったり背中が気持ちよく温まって、体の回す力、回転の力が鍛えられます。はい、そしてこの限定のカモエディション、皆さんもぜひお買い求めください。ありがとうございます。